2枠目ってことだね。はい。その間にちょっと切り替えなきゃ、こっちと、みたいなね。そうそうそう。はげって、どういうことなんだから。1個目にまず悪口って、君の人生大丈夫かみたいな。そうそうそう。いうことで。なんかね、前回とほぼなんかガルガルガルチ、さっき見たな、みたいな。そうそうそう、いうのもあるんだけど、スマイルシュプレーム入っております。今回ね、大垣くんってことで。そうそうそう。30分。知ってるみたいな。今始めたばっかりみたいな。そうそうそう。マコス、どうもありがとうってことでね。おー。いうことで、まあ、クローバーのね、まあ話はさせてもらったんですけど、まあ問題は、まあこちらってことで、シュプレーム。ねえ、まあちょっと、猫前返しさん、どうも東さんってことでね、そうそうそう。全国のペットショップ、なんでペットショップあんまなんかね、ペット飼ってませんが、うちはっていう、そうそうそう。まあちょっとね、こっちはまあ去年、まあデビューする予定でしたと。ただ、まあ、残念ながら、ねえ、まあちょっと怪我に泣かされまして、デビューがまあ1年遅れてしまったと。いうところ。で、その中で、もう、ほんとね、まあ、スタッフ、ね、まあ、俺自身、馬主含めて頑張って、なんとかデビューまで持ってきましたというところの、スマイルシュプレーム、はい、まあ、11番ってことで入りましたっていう、おそうそう、なんだどうせ待つのって、俺は待つのです、どうぞよろしくっていうね、そうそうそう。まあちょっとね、まあここはもう少し長く見てかなきゃいけないかなっていう、そこはどこっていう、ここは家です。はい。自宅ですってことで、前走意外と直線伸びてた気もする。まあね、前が垂れてるだけなんじゃない。一番下のクラスだから、もうなんかね、脱落してる馬が前からどんどんいっぱいいるからねっていう、で、箱ってなったからなんかもう、前に馬がいて、外にも馬がいて、その間のことを箱って言いますっていう。ただもうシプレの場合は箱に入るが、前に、先端取り付けないっていう。そうそうそう。なんで、まあ、なんとかね、ここは、うまくね、まあ、うまく、ちょっと次に繋がるのをね、少しでも上にっていう、箱ですかって。いや、箱というか、次に繋がるレースをちゃんとね、積み重ねていく。前回7着だったら、ね、今回はじゃあ、入着狙って、次は、馬券狙って、最後は、先頭で駆け抜けていくみたいな。タイムね、多分、まあ、ぶっちゃけ言うと、クローバーの方が多分早い気がするみたいな。今の状況はね、まだ、まあ、言っても、一戦しかしてないから、マジで。だから、こっから、どこまでやれるかっていう、まあ、前に行けそうか、わかんないよ。これもう、まあ、二週間前か、中行ってたから、使ったばっかりだから、まあ、使いながらっていう、高校体験は、高校体験別にしてるわけじゃなくて、ついていけねえんだよ、だから、何回も言ってるけど。まあ、もうちょっとね、全身を使って、走れるような感じになんないと、もうちょっと手先でちょこちょこ歩いてても、ちょっと難しいよなっていう。そうそうそう。怪我だけはしない。まあそうね、怪我だけは、まあないようにというところはもちろんなんだけど、まあなんつうかな、これ本当に、もう頑張れと、もう言うしかないと、いうところなんだけどね。そうそうそう。ここはな、8がいいの、8? 8?8と4で8って。8? これか。スターペストモコ。無印だけどね、これ。無印だけど、そうそう。現地は厳しいの。まあほんと、現時点ではもう厳しいの一言。まだまだ、っていうかな、まだまだって言っても、もう3歳なんだけどね、これね。まだまだ言ってる場合か、みたいな。そうそうそう。モコも頑張れて、もう俺のモコはもう示してるから、別にそこはいいんだけど。もうちょっとね、もう前走も競馬になってないから、そもそも。シプレンのこと話してる時の松野さん。いや、辛いよ、正直。厳しい。やっぱこれ現実的に、俺も判断しなきゃいけないっていうのは、絶対、いつではね、しなきゃいけないんだから、走れない馬をずっと置いとくわけにいかないし、そんな中でこれどうするよっていう、マジで、ってことになっちゃうわけだよ、これ、人生。いや、別にこの馬だけに関して言うとね、ちょっと、厳しいなーっていう、手の打ちようが今んとこないっていう状況なんで、まあ、差が言ってもね、だから結局、短距離やれる馬じゃないんで、ジャンプ系を選んでしまった俺にも責任があるから、まあ、そこをちょっと変わってくるのをね、少しでも待つかっていう、ところなんだけども、今、まあ、目の前で、あらはねえしね、あらはもう何年前かなくなりましたみたいな、そうそうそう、現時点だと、難しいと、いうところかなっていう、そうそう、ジャンプ系に適当に言った俺を、恨めて。いや、まあ、ジャンプ系、いや、俺もね、ジャンプ系いいと思った。そこは俺はね、全然、誰かにもなすりつけようとか、そういう気持ちは全くなく、ジャンプ系もいいなと思ってたんだよ。ただ、根本的にその短距離馬をね、まあ、俺のクラスだと、やっぱその、前は200万、出して300万みたいな、だと、やっぱ短距離馬をね、もう買うしかないんだよ。2歳からやれて、
ね、やっぱその、園田専用とかで回れてって、やっぱそこを、やれないと、もう資金が持たないから、これもう走って仕上がってくるまでなんでやってたら、うん、4歳、5歳になるまでじゃあ待ちましょうね。待ってるわけないだろうっていう、うん、ってなるよねっていう、うん、そうそうそう。だから、1007レースはあるけど、まあ今はない。多分ね、C2 だと。うん。まあその4歳とか小馬戦になったらあるけども、多分そういう問題でもない。まあ無重視ね。まあそれでもこれは、まあそうはなるわなっていう。うん、あ、これちょっとあの、渡先生で見ようか。マストドンで。うん。これは、まあちょっとバスってことで。うん。渡先生がね、送ってくれたちょっとこっちを見てみましょうってことで。うん。これどうやって見んのこれちょっと。これか。ピュッ。うん。まあ、こんな感じで、ね、ツルツルの、はい、これが本当の無印ですねっていう、うん、何もない、うん、何もついてないっていう、うん、長距離レースの投数少ないのも、マルシが持ちづらいんだなとっていう、まあね、ちゃんと我慢できるマルシだったらいいんだけど、まあ地方でそんなね、使いながらなんていう感じで無理かなって、左上の、写真の左上何って、これ多分あの、渡先生とこの猫だよ。チンプンカンっていうあの、3匹の猫がいるんですけどねっていう、うん、そのうちの多分あの、1匹だと思いますっていう、うん、左のエリオットペイかは、何エリオットペイって、何の話やねエリオットペイって、これどれこれ、うん、ちょっとわかりませんがっていう、そうそうそう、うん、これな。うん、まあちょっとね、厳しいねっていう、松本さん、俺のすね毛じゃねえよって、俺だ、全部全身の毛だ、下半身の毛全部剃ってるって言ってんだろっていう、まあ、病気だから、皮膚病だから、そうそう、明日の束に、誰か束だよだから、人のな、馬主の前、ダバダバ言うんじゃねえよってバカやろ、マジで。人がもう一頭はデビュー戦だぞっていう、脱毛俺もしたいって、別に、脱毛じゃなくて、ただシュッシュッシュってあの、TG 髪で剃るだけだよっていう、そうそうそう、高橋ファームで調教して、してたわけじゃないから時間かかる。いや、高橋ファンの調教してたんだよ。ただまあ、それで、あの、足を折っちゃって、もう全部なしになって、んでまあ、あの、京北の高宮ライディングパークで、まあ、治療して、あの、なんだろう、あの、リハビリ室みたいな。うん。抜いたら、いや、もうずっと反りっぱなしだから。そうそうそう。まあ別に、足の付けの話はいいんだけど、そうそうそう。うん、まあちょっとね、この、流れはあんまり良くないなっていう。いや、俺は折れてね、折れたのこのシュプレムだよ、だから。うん。中根骨だっけ？骨折ってことで。そうそうそう。印なくて受けるっていう。受ける？全然面白くないけど。まあまあ、でも前さんを見たらこれ別にね、そらつかないよねっていう。結局西脇で鍛えるしかないだろう。まあ西脇というか、レースで使いながら鍛え、もうやっていくしかない。レースの中でもう使って鍛えるしかないっていう感じになっちゃうんで、うん、ただまあ、俺、そういうな、なんて言うんだろう、もう使いながらみたいな感じはもうちょっとね、やっぱ精神的にも、なんて言うんだろう、やっぱ心折れてくるから、やっぱり、レース見てて、ああ、みたいな。だんだんもうなんかやる前からもう無理じゃん、これ、みたいな感じになってくるからね。そうなると、ちょっともうこれ競馬じゃないよっていう。外なんだから、無知入れて、見るだろうねっていう。どうなんだろうね。別に、無知入れないっていうことではないと思うんだけど。さっさと3歳って。だからもう、まだ3歳単独だから、そこはもうちょっとね、あの、和田先生も、まあ、自分で初めて選んで名前付けた馬だし、ピクセルも変わって、まあ、そう、ピクセルも変わってて、それもあるんだけど、でもあれ、ピクセルは2歳。もうこっち3歳だからもう、すでに。そこの違いはあるよねっていう。スタートから無知入れて嫌いじゃって、なんかそういうなんかダビスタ的なね、なんか、感じでもないしっていう、そうそうそう、いろいろ、そう、いろいろやってみなきゃいけないけどねっていう、中央マルシみたいなこと言ってるな、そう別に、中央でも地方でもマルシの判断は一緒なんだけど、ちゃんと、まあね、その、やっぱ根底には、ね、その遊びじゃないから、ビジネスもね、ちゃんと、真剣にやっていかなきゃいけない、勝ち負けを真剣に意識しなきゃいけないという中で、だらだらやってても、それは厩舎の迷惑かかるだけだし、ちゃんと判断したから、こんにちワンワニってことね。そうそうそう。浮気者追い込みだとか、あ、そうなんだ。追い込みやりたくて追い込みやってるというよりも、ついていけなくてなんか後ろに回っちゃってるみたいな。はっきり言う、前走もあれ別に7着になってるけど、これ、あの、全然競馬になってないから、マジで。後ろからなると思うのだっても、そもそも出が、もうスタートダッシュがパーンってこう決まるような感じの、なんだろう、パワーがないんだもん、まだ。前走でついてほしい。いや、欲しいよ。っていうか、競馬になってほしい。マジで。前走見たこれ。前走見たかっていう、マジで。あるから、まだ残ってるかな。ちょっと待ってよ。バツと。残ってたっけ？お祭りさんのやつ。中継ググタス。このタイム差じゃ、全部の足がないわなって。まあ、全部の足というか、もうなんて言うんだろうね。もう、
なんて言ったらいいんだろう。もう、力不足としか言いようがないよねっていう。これか。見るまじで。もうな、悲しくなるよねっていうレベル。これ。あれ今後あなたが購入するときに、この中でもっとぐらいさんも一つお選びください。なんだよこれマジで。俺か、購入するときにこの中で、どれだよこれ、該当なし。ちょっと待って、いや、今は、ドコモなんで、あ、乗車番号282番、スノーアードの26、なんだこれ、クリゲ、4月3日生まれ、ジャングルポケット、馬体はいいよね、これ。110万、16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 0万、めっちゃ吸い上がるんだけどね。170万、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 170
けどな、期待しないっていう、まあそう言われたらそうかもしれないけど、でもやってほしいよな、気持ちでやっぱりマジで名前多いなっていうね、そのなんか本名流さないのね、ちょっとっていう、そうそう、命名者でスカイプやってませんっていう、シュプレムはだってこれ渡瀬先生につけてもらったんだから、デモとか言うなよハゲっていう、いやそこはなんて言うんだろう、ちょっとねネガティブ、そう確かにそう、俺もネガティブになっちゃダメなんだけど、てかネガティブになるならないよりもこう現実なんだよねこれね、おおマジで、いらないこと、いやいらないことはない、いる、スタートしました、そんな感じよ、うん。先行争いです。ついていけないっていうのは、やっぱちょっとね、普通馬は馬群にこうついていくんだよね、よっぽど抑えない限りは。もう普通に馬群にこう取り付こうとするんだけど、そこはないもんな、これ。ダッシュをなさすぎ。マジで。その後ろです、8番、アローサある後ろから3、4頭っていう。これよ、これちょっと折れるよね、マジで。ここです、ここです。デビューの6番、スマイルシュプレム。1コーナーでカーブします。これは1番アローシャトルは後ろから2投目です。気持ち来るよね、あのカーブ付近です。1投9番ガルガルガル、ここだな、箱じゃねえよ、しんがりだよこれは。7番ファーストエイト、2番ここだ、3番ここだもんだって、3番手で1馬身半差、5番のエグザルトンと4番手のポジション、2番スターペストモコインコースで、トントン離れて10番ファイヤーアシスト動いていきました。今単独の4番手、ね、その後ろから8番アローシャトル上がっていきます。前との差5馬身ぐらいのところ、カモミヤ君だわ、3コーナーを迎えるところです。9番のガルガルガルチが依然先頭、だもう垂れてきた馬をただねかわしただけで全然こう伸びてないわけよ。1番ファイヤーアシスト、その後ろ4番手で押していく8番アローシャトル、ね、1コースは3番の平田エース、4コーナーを迎えます。外から10番ファイヤーアシスト、一気に先頭に変わったか、いやだからそこは乗り込んでもらって全然いいんだけど、ただもう使いながら上げていくしかないよねっていう、1番のサンマロンがその後ろです。先頭は10番のファイヤーアシスト。懸命のところ、アローサンマロン。かわしてるだけだもんね、これ。一歩迫っている9番、ガルガルガルチ。10番のファイヤーアシスト抜け出して、ゴリ。ちょっと前のマタとは全然ちょっともう足色というか。9番ガルガルガルチが2着粘りました。8番、アローシャトルは3着です。7着、この時は。7着というかもうね、ドベよ。もう、後ろの集団みたいな。全然だって違うもん、これ。遠ざかっていましたが、昨日、今日と。アシードはね、げることができました。いやだから佐賀行く前にまず相場でやれることを全部やりきろうぜっていう、左回りとかも関係ない、もうない、もうそもそも左回りないから、これ離れた4着に1番の北山マロンと7番のファーストエイト、遅れて3番日向エースなどが続いています。うもう最高峰集団だからね、これファイヤーアシストが勝ちました。確定までもうしばらくお待ちください。きついなっていう約束の地ってことだね。解説は池永さんです。ここにこれだからな、もう本当に、まあ、ちょっと戻ろうか。当日メニューってことで。これはね、厳しい。非常に厳しいっていう。一戦使ったまみそはない。まあ、そこ見てみるって感じしかないけどね。もちろん、前走よりも、まあ、少しでもタイム縮めたいとか、ヒットでも前行ったいとかって、もちろん目指していくんだけどね。やっぱ一回こう、初出走と、二走目ってやっぱ大きな違いがあって、レースの感がないのか、いや、レース感というかね、もう、全身を使って走れてないっていう、どこに尽きるかなっていう、そうそう、調教どうなのって、調教は、だから普通に、まあ、追っていくでも、追って追って、なんとかタイム出てるっていう、だからもう、なんだろう、能力不足っていうところにね、最後なってしまうんだれば、もうそこは、
まあ、なんだろう、判断するしかないよねっていうところになるんだけどね。厳しいよなぁ。もっとやれる、結構いい値段する馬だから、もっとやれると思ってたんだけどね。馬体はいい。ただもうちょっと、いや、シナクスっていうかもう、これ、あのね、いや、結局、逃げて、前行けて垂れるとかって、あ、スピードあるもん大丈夫だよねっていうのと、もうついていけなくて、後ろついて回るっていうのは、これ、相当やっぱ違うよねっていう、番声が、まあ、ジャンポケなんでね、そこもあるけども、でも、番声番声じゃないっていうレベルをちょっと、凌駕してるよね。福山2位じゃん。もう、その後、ウィオンになっとるわっていう。そうそうそう。結局使った金が惜しくなっちゃってるから、本当に早めの判断っていう。まあ、早めの判断というか、まあ、少しでもね、状況変わってほしいなっていうふうには思ってるけどね。またなんか、離されたしんがりから追いかけてって、2、3頭かわすだけってなっちゃうと、まあ、正直厳しいよねっていう。お一番の外れ馬っていう。まあ、金額にして言うとそうだね。もう、手術代とか全部考えると、いや、給与代とか考えると、もう500万ぐらい使ってるから、この馬。マジで。デビュー戦とはいえ、このレベルでついていけないの。そう。シーツ、まあ、一番下のクラスよ、3歳の。これで、っていうのはね、厳しいわ、マジで。ちょっとなぁ。そうそう。この代は、買いすぎた。まあ、ちょっとね、調子に乗ったっていうのは正直ある。もう全部、あの、プロバイドの賞金で全部使い切っちゃったから、600万使っちゃったからっていう、そうそう。ここは3歳で C2 勝ち馬から5秒離されたこともあったなっていう。まあ、5秒離された相手が、まあ、ダイリンエンドっていうね、もうほんと化け物みたいなものだから、まあ、それはね、相手がっていうのはあるんだけど、まあ、ちょっとね、これ本当にね、もう一番、もう底辺中の底辺集団っていうか、もう一番下のクラスだから、これ。で、こんだけ話されちょっと厳しいかなっていう、書き込みにしたので読んでください。読んでみようか。言われてなく。これでいいのかな？はい。スマイルクローバーがもう水曜日にデビューするんですね。思ってた以上に早いデビューです。のけんタイムが良かった。満点の星が同じレースにいるので厳しいですが頑張ってほしい。いや、厳しいことはない、これ。むしろ、やれると。やれるぞというふうに思ってほしいみたいな。晒さない。晒さないでくださいって今 URL 貼ったの誰だよ、じゃあこれ。もう、URL を貼って晒さないでくださいね。でも一、なんかね、さくらんぼが美味しそうみたいな。一応かと思うさくらんぼでしたっていう。そうそうそう。いうことで。まあ、マストドンでしたっていう。そうそうそう。ダバは手放しとかよ。ダバじゃねえし、マジで。ただちょっと今、まあ、出し切れてないっていう。てっぺん取るよだから。この馬で取れるかどうかわかんないけど、俺は絶対登り詰めます、その他で。そっから JRA と。そして世界へと。マジで。そうそうそう。なんとかね、本当に、まあ、和田先生がね、頑張ってやれるというふうに言ってくれるうちは、置いとこうと。いうふうには思ってるけどね。そうそう。チップレムに関しては今は待つのが間違ってるっていう。いや、まだ言ってもまだ2層目だから。プロバイド戦略さんにそれはまた明日やりますっていうね。そうそうそう。全部ビグラスでいこうっていう。まあ、ビグラスもね、ビグラス自体は俺多分ね、もう買うことはないと思う。まあもう2頭買ったしってとこあるんだけど、やっぱりね、ちょっと、過骨化というか、まあビグラス自体が多分年のせいもあるんだけど、結構骨にね、まあ怪我しちゃうというか、スパイラルは全然問題ないんだけど、ちょっとやっぱ緩い馬が多いとかったりとか、骨にちょっと、なんて言うんだろう、不安がある、馬が、俺の持ってる馬以外もね、多くて、能力あるんだけどね、そういう意味で時間かかっちゃうかなっていう、そうそう、シタルクなんとかは今どうして、シタルクなんとかとか、スマイルシタルクね、は、さっき言ったその、警告っていうところで、まあ、気を取ってるけど、とりあえず骨、レントゲンでは骨には異常がなく、骨というか骨膜がね、収まったっていうことなんで、まあ、ここから乗り込んでっていう感じになるかなと思ってるけど、そうそうそう、なんだこれ。病気持ち、そうそう、まあ、そんな感じっていう、そうそう、シタルクそもそも、つなぎにリスクあったから、ね、で、そう、そのつなぎには全然問題、まあ、出てないんだけど、むしろ、膝、骨飛ばした膝が、ちょっと困ったな、っていう、これなんだ、漢字読めないんだよ、だからこれ、お払い、弔い、ちょっとわかんないけど、これ、ちょっといけって、まあ、別に、まあ、それは去年の話だからね。今年は別になんか起こってるわけじゃなくっていう。バトルプラン3区の購入期待しとくわって。ああ、いいと思う。そこはもうね、やっぱそういうところね、若い馬で、まあちょっとこう、実績なくても、血統的背景があるよねっていうところを攻めるっていうのはありだと思うっていう。ただまあ、ダート実績は欲しいけどね。サムライハート、まあ、
ねえ、前買ったんだけど、まあちょっとその時はなんかね、やっぱりもうちょっとちゃんと見るべきかなっていう、馬主自ら出走すべきっていう、まあもう騎乗依頼なんだと俺いつでも出ますよっていう、ただ免許はないっていうね、そうそうそう、なんでねっていう、足曲がってるせいで反対側に負担かかってるのかなっていう、まあどうなんだ、いや曲がってるって言っても結局つなぎが寝てるだけだから、まあ負荷かかるのは当然右回りだから、左足を外側にこう負荷かかるのはまあ当然なんだけど、まあ、まずはね、怪我なく走ってほしいなっていうところかなっていう。スパイキュール3区っている。いや、いない。いいと思うよ、スパイキュール。なんで、まあ、ちょっとね、血統の部分も、まあ、父の年齢とかも気にしながら、かこつかの部分がやっぱ年取るとあるから、あんまじじすぎるよね、やっぱりね、良くない。母も父も、まあ、年齢はちょっと気にしていこうかなっていうのは今ちょっと学習したのかなと思うんだけど、そうそうそう。MB って右前足だってな、右前だっけ？一応、右回りだから、天板、要は右手前になるから、最初に左足をボーンってつくわけよ。だからそこに一番負荷かかると思うんだけどね。頑張りますよ、頑張ってますっていう。そうそうそう。なんで、目標はね、やっぱり、1分30、例えば5秒台、4秒台を出して、あ、次やれるねっていう。カジノダイブ行け。カジノダイブでもね、足の形が悪いんだよ。サンクが。だからね、値段がつかない。あんまり。まあ、それいいことなんだけど、ただ、足の形悪いとやっぱさっき言ったそこに深くかかっちゃうから、あんま良くないかなっていう、仕事辛くない。全然辛くない。自分で、やってる、まあ、やるって決めて作った会社だから、それは目標もあるし、絶対 JRA 行くんだと。だからもちろん、辛い、しんどいよ。しんどい時は多いけど、でも、嫌だなって思ったこととかは全然ないですっていう。そうそう、エスポ買って。エスポの3区？まあ、だから、どう行くよっていうところだね。だからそういう新種馬とか若い種馬はやっぱ生命力があるから、いいと思いますけどね。ただなんか一台で変化して出たようなセーウンスカイとか昔だってね、今だとまあまだ元気だけど北サンブラックとかってなってくるとちょっとねやっぱり2台までその覚醒遺伝が、なんだろう、突然変異的なものがね、続くかっていうのはちょっと難しいかなっていう。中央でもダート走らせるの。中央は、まぁ、ちょっとね、そこはいろいろやりながら考えていこうかなと思ってるけど、俺もやっぱり、もう、調教にどんどんね、まぁ、乗ってかなきゃいけないから、中央だと、外級というか、先生にずっと予託してたら、60万、70万取られちゃう、70万ぐらいか取られちゃうんで、その全然回んないんで、ロードカナノア3区気になるな。ロードカナノア3区、ロードカナノア3区で早いよね。さっきの、満点の星もロードカナノアだけど、まぁ、芝なのかダートなのかってところはちょっと見極めたいなと思うけども、まあまあちょっといろいろね、まあ飛び損な俺気になってるけどね、そうそう、まあまあいいんだけど、まあシュプレームがね、明日、まあその、新馬の後に走るってことで、そうそう、なんでお前ボーミちゃん使うの？あ、みんな遊ぶからだよ、だから、もうなんか、さ、なんだっけ、なんていうの、椎茸みたいな、なんかちょっとわかんないけど、なんかもう遊ぶから君だから、そうそう、自分で調教して経費削減、怪我させる。いや、そういうことだから、経費削減するためには俺自分で乗りますよっていう、そうそうそう、遊んだやつバンすればいいんじゃない？バンはしません。はい。言論の自由っていうのは最低限ここは保障してる。ただ俺はもうそういう人に対してはもうとことんぶち殺しますよっていう、もう、言論は対しては言論で殺しに行きますっていう、そうそう、こういう見れないならコメント全部読んで、読みますけど、その、全部これ読んでたら、わからないじゃないですか。たまに合わないのもあるんでっていうね。そうそうそう。いうことで。まあ、シュプレムに関しては、まあ、その短期にね、結果を求めるよりも、少しでもね、一歩でも前に進んで、いつかは、勝とうね、という気持ちで待ってほしいなっていう。ボーミカすごく楽しかったって。楽しかったって。配信になってないよねっていう。そうそうそう。なんでそこを目指していこうね、と。なんで、まあ、本当は焦らず、気負わず、もし、前走よりもいいレースができたら、あ、今回バグンでついてきたなんてよかったねというのは、普通に褒めてあげてほしいな、というふうに思いますと。そうそうそう。当分はとりあえず走らせて、出走手当で負担減らすでいいんじゃねっていう。いや、まあまあ、そうなる、そうはね、なりますけども、なんて言うんだろう。何よりね、無事でと。あとは少しでもその、まあ、競馬、競走馬らしい、競馬馬らしい、橋ができるといいなと思ってるんだけどね。遊んでる余裕があるようには見えないんだっていう。遊んでる余裕はございませんよ。これ別に遊びとは思ってないから。まあ、せめて言うのあれば、3歳単独戦の時は、手当が割といい方なんで、月2走してるんだったら、そこまでね、マイナスにはなんないんだよ。ただまあ、それだけでやってる意味がないっちゃやってる意味ないんだけど、だからなんとかまあ、そこ、俺がね、あるうちに、
まあ結果出してほしいなとは思うんだけどね。そうそう、シュプレームがふざけたやつならまだいいけど、セックスめちゃめちゃいいよ。シュプレームはもう可愛らしい。うん、見せてやりたいもん、マジで。まあ可愛らしい、本当に。うん、本当に。そうそうね、まあ無視してです、ガンガンの無視してですよ。うん、諦めたらそう、そこで終わりだっていう。うん、だからやれると、きっとね、ちゃんと全力を能力出し切った時は走れるという気持ちのもと、まあ、もう続けたいなと。3歳の多分ね、6月末ぐらいまで。うん。4、5、6。そうだね。4、5、6まで。うん。だからもうあと1ヶ月ぐらいしかないよ。うん。そっから普通に小馬戦なんで、その中では、まあ、見極めの時期が、まあ、入るよねと。そうそうそう。シュプレムはせめて、中距離戦のあるクラスで走りたい。まあね、1007。だからそれは C2 に上がらなきゃいけないから、だから一勝して、さらにその上のクラスでやれるかっていう話なんだよね。でもまあ、決闘的にはもちろんそっちだから、松野正和社長って、まあ、誰が正和だよっていう、新一ですっていう、そうそう、松野に噛みつくジャパンの方が、噛みつく、剣にしたけどね、蹴られたっていうマジで、そうそうそう、もう死んじゃったけどね、うん、決闘数、何の話やねんっていう、そうそうそう、なんで、まあ、なんとか、まあ、ここね、もちろん、まあ、3歳単独戦のうちに勝てばね、一番いいんだけど、まあ、シーツねってことで、まあ、一発頑張ってほしいけど、まあ、賞金こんな感じっていう。ね、賞金上がってきたからいいんだけどね。とはいえ、勝たなければ正直何の意味もないっていう。まあ、そこかな。もちろん、勝てない馬っていうのは、まあ、出すしかないというのはもう必然なんで、そこはもう厳しくも行くしかないと。そうそうそう。たくまがインディー500勝ったよっていう。もう何のことか全くわからないっていう。シュプレームの勝ちを祈ってくださいっていう。うん、逃げ指示って毎回出せないので、逃げられないんだよ、だから。もうそのレベル、いや、プロバイドとか、55とか、スピードガルマだったら前に行く逃げるっていうのはできるんだけど、今、そういうところすらまだ至らないっていう状態なんで、絶望的な時は強気で行こうや、勝ちそうな時は謙虚でって。いや、だから、俺はもう現実路線を行って別にここで今、こいつが、結果を、ま、出す、出さないっていうレベルには、まだまだいかないと。厳しく。まあ、厳しく、現実的にね。そんな中で、どこを目指すかというところ。だからそこは一歩一歩でいいんじゃないかなと。ジャパンもここも前にはいけるんだよな、攻めたり。そうそういうこと、そういうこと。だからそこにもまだ至ってないな、シュプレームは、まだその結果を求める段階ではないと。ただまあ、マルシのその経済状態も考えて、せめて出走して、まあ、出走ってやってるだけでも稼ごうという、そういう、意図ですよっていう。そのハーゲ、ただの悪口じゃねえかよ、これ。悪口じゃねえかよって、そうそうそう、いうところなんで、まあ、頑張ってほしいなと。なんたらね、俺が全然乗ってもいいんだけどね。本当に、シュプレームは。もうなんか、渡瀬先生のお手間を取らせることもなくっていう、調教なお手伝いだったら全然します。まあ、そこまで日脇まで行けないけどね。もうそういう、やらししんちゃんをつって、誰がやらしだって、松野です、どうぞよろしくっていう、書いてあるだろ、ここに。書いてあるだろ、読めないのかっていう。そうそうそう。決闘はね、このジャングルポケットバグロンフェローっていうのは、決闘はね、間違いなくね、ダート決闘、本当に。ジャングルスマイルっていうのがいますから。しかもね、それもスマイルついちゃうみたいな。いくら勝てば屈折。そうそう。だから、ほんときっかけだと思ってて、全身使って走るような、ものができるようになってきたら、マジでこの472の馬体重がね、これ火を吹くわけですよ。そうそうそう。なんか私先生かわいそうに思ってきた。いや、大変だと思うよ、本当に。まあ、ぶっちゃけのところで話してくれてるのかどうなのかわかんないけど、現時点で結果出すなんてほぼ不可能だから、こんなもん。後ろでついてくのがやっとなのに。で、キムチで覚醒って、もう完全に虐待やんけっていう、そうそうそう。なんで、まあ、そこはちょっと温かく見守ってやるしかないかなっていう、ジャングルスマイルの名称文服、正真正銘のステイヤゲット。そう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 。だから、まあ、そこまでちょっと待ってみようやと。俺は全然、だからまだ今、結局、いい意味でも、悪い意味でもその結論を出すタイミングではないと。だからもう見守りつつ少しでも、競馬できるようにっていうところに乗っていこうというふうに思ってますと、いう感じかな。そうそう。まあ、いうことでね、明日、じゃあね、ちょっとまとめます。明日は、園田、4レースに、デビューいたします。ね、初戦っていうことで、スマイルクローバー、ね、出走ということでございます。あとは、その次のレース、園田5レース、12時45分発走ということで、シュプレームが2戦目に、
ね、迎えますということで、応援をね、皆さんよろしくお願いします。はい、結果に関しましては、また明日の配信で、お届けしたいと思いますんでね、そちらの方もツイッターを見ていただけますと、配信予告流しておりますので、はい、そちらをご確認ください。それでは、本日は、これにて、失礼いたします。